人生、この時の人生一番好きですよね、僕は。でもあれだね、お肩幅、なんかめっちゃ広くなったって言われるね。いや、そうっすよね。ああすごいっすよ。脱いだ時とかの。はいはいはい。広がりが出ましたよね。この肩周りのインナーちゃんとケアしてくれたから、なんか異常に肩幅が広がる。そうそうそう。なんだろうなと思って。そう、あと呼吸器が強いんですよ、今。今まで心肺機能がだんだん、重さを使ってなかったら落ちてきたんですよ。それが、インナーが膨らんでるから、ちゃんと肋骨が開いてて、で、そこに肩が持ってる状態なんですよ。あー、なるほどね。だから呼吸、強度がすごい上がってるからですね。そういうことか。肩幅広がる。いいな、それ。そう。あと胸のこの角が伸びましたよね。ここのリーチがしっかり伸びてきる、ストレッチ意識したじゃないですか。だからそこに広がってるんですよ。なんか常にこういう状態がなんか、はいはいはい、自然にキープできるようになってきた。しかもこの背中に乗ってますもんね、今。ここに乗っかってるんですよ。乗ってる。これが前までこうしてみちゃったんですよ、ね。そう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 。変わってる。ちょっとですね。すごい。そしてチンニングの説明だけ先にしちゃいます。あ、早くして。チンニングなんですけど、胸突き上げてもらって足ずっとつけます。よし。で、足は収縮ポジションでお尻締めて胸突き上げて、で、手かけます、うん、ちょっとだけ手を引いてもらうと、これで広背筋が入るんですよ、うん、で、ここ入れたら、さらに上に一回飛び上がって下ろしていく、うん、で、これを20レップテンポよくいきます。よし。よし。あざみさんのやつで見て。あ、そうそうです。見てくれてんすね。最高ですね。割と最初にモチャ君出てきて、ニューダイブの時、はい、早いね。嫌いだもん。それはもう、これ手幅は、手幅は、脇締めてみてください、ギュッと。で、手完全に外しちゃって、うん、この幅す、で、もう一度だけ胸張って、で、肘締めて、この位置で、このまま手を置いて、うん、で、パワーグリップかけてもらうんですけど、指を、指先だけ引っ掛けます。巻き込んじゃうと楕円に入っちゃうので、うん、指先だけ引っ掛けて楽に。そうそうそう。で、ここから背伸びします。思いっきりギューッと上に、もっともっと肩下げて胸を思いっきり突き上げて、で、手引っ張ってみてグッと、ここで後背筋が上がります。ここから上に飛んで、で、下ろしてシューッと、で、上がって、で、テンポよくいっちゃうと、テンポよくいっちゃうんです。1、そう、2、3、足を速めていいんだ。4、そうそうそう。5、もっと弱い弱い。6、もっと弱い。7、もっと弱い。ちょっと見ちゃう。ちょっと待って待って、もう一回見ちゃう。いや、ワンチャンこれもしかしたら体重差やばいかもしれないです。100キロはちょっと食べた。こっから、うん、で、なるべくもうここぶち当たるまで行きたいです、はい、ここまで行きたい。これ見ると、ね、楽勝じゃんと思って今やったら、はい、思ったより全然飛べなくてびっくりしました。あれと思って今、これ間違ってんのかな。これ連動性失ってますね、足のね。足が、だってそうじゃん。けん制、特に足使うなじゃん。はいはいはい。よりもう使いまくるですよ、これは。飛んじゃう。1と2、3、4、5、もっと弱い弱い。6、そうそうそう。7、もっと。8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9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 、
ワンチャン俺より強い。間違いない。100キロはすごい。だって持ったことない。ハガくんだ。ハガくんの補助もいらっしゃる。ああ、リミットこうやって仕上がっちゃったらどうするんですか、これ。いや、でも、仕上がって削る分にはさ。ああ、そうかそうかそうか。そうか、確かに。いいのか。今まで90、頑張ってもやっぱ3キロ台だったから。はい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 。やばそう。減量幅5、6キロしかないから。はいはいはい。意外に。え、すごいですね、マジ。そうそう。よく乗せずに来ましたね、もう。だからなんかね、みんな、でかくしなきゃいけないってあるけど、はい、俺もともとずっとでかいって言われてたから、そもそも、そこをなんか俺はオフに、逆に多分減量幅15キロって乗せる方がリスクで、そう、その後俺だってさ、110キロとかなきゃいけない、基本的に。リーチですね、マジで。そうするとさ、何、仕上がってもリミット超えちゃうし、はいはい。しかも絞れないリスクの方が高そうだ、ね、高い、絶対高い、ね、しかも結局減量幅の方が体のダメージがでかいんですよね。そうそうそう、もったいないもったいない。そうで、結局皮膚感も悪くなってっちゃうんですよ。筋肉が早くなくなっちゃうから、ね、で今年の実はあの大会2ヶ月、1ヶ月半前ぐらいが多分皮膚感いい状態続くと思うんですよね、うん、だから5週目入ってて、はい、体の感覚があの2022年めっちゃ良かったコンディションの時の、おなんかあれのちょっと上位版な感じが、すごいすごいすごい、感覚だけどね、はい、
でもマジ感覚ないっすよね、こういう時。自分で一番体感できるし、皮膚感とかドライな感じも分かるじゃないですか。そうで、むくみ方とかも分かるし、うん、なんかこっち顔がね、102、3キロぐらい持ってったのあんまむくまなかったから。すごいっすよね、マジで。そう相当エネルギーとして発散してると筋量がエグくなったんですよ、うん、そう思って頑張ります。よしよっしゃ、自力で飛んでくださいね。胸つけて、上に向きに1、2、3、胸本気つけるようになりました。5、そう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 、そこまで。6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、OK。ミリタリープレス100キロは無理ですよ。いい酸素代わり、間違いで痩せるわ。絞れる絞れる。今日の一番最後の時間に、いや本当っすよ、最高っすね。ジンさん来るってなるとテンション上がってきましたね。究極のプレワークアウトでした、マジ。可動域も良くなりましたね。うん、なんか分かった、なんか連動性がね、やっぱ。あ、そうそうそうです、そうそうそう、体がやっぱ忘れてるから、忘れてる忘れてる。しかも広背筋下部の力入れ方が上手くなってるから、結局ここまで上がれるようになってるんですよ。前までだと大変だからここで止まっちゃったんですよね。上まで上がれるようになってるんで、これは相当大きい変化で、可動域的にいけなかったんですよね、前まで。そうだから楕円ばっか引っ張られちゃう。そう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 。でもマジ今年のポージング超楽しみですね。ポージングね、めっちゃ柔らかくなるんですよ。よいしょ、ラスト、よいしょ、もっきり上に1と2、当てるような道、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、じゃあ OK。 補助の連動性もなるんだよ。補助の連動性つかんだもん。よしよし、これがチーニング。初心者の人でもめっちゃできるんで、あの足使うから、あの大体腕の力で引きすぎちゃうんで、得意不得意もあって、だから腕の力を使わないように足で上げちゃうと後背筋が出られるんで、やってみてください。じゃあ今日は早い早い、終わらせない、絶対終わらせない。みんなで大好きな、これ結構みんな悩むと思うんだけど、はいはい、あのかの有名なドリアン・イエスっぽく上体を起こすのか、はいはいはい、しっかり多分下ろして、はいはい、45度ぐらいにして、ね、そっちが悩みますよね。そう、しかもリバースグリップなのか、はいはいはい、ね、オーバーなのか、なんかやっぱ狙うとこ次第ですね。オーバーだと結局手を引っ張った時に僧帽筋中部カムに入るんですよ、うん、で逆にリバースにすると後背筋に入る軌道になるんですよね、うん、でドリアンさんは上体を起こしてるんですよ。起こしてる。で上体を起こせば起こすほど、うん、後背筋に力入りやすいんですよ、うん、これ逆に倒してる状態だと、うん、リバースにしても上部に入りやすいんですよ、うんうん、確かに。ってことは上背部狙いたかったら、うん、オーバーグレードの状態倒し、うん、でもどうせだったら、それだったらパッドがついてる、うん、お腹を守って、腰椎を使わないで引ける方が上背部は狙いやすいんですよ、うん、そうですね。って考えると後背筋下部のボリュームがやるんだったら、そうそうです。でなんか多分ジンさん腰ちょっと怖いですよね、うん、これスタートポジション立って決めるんですよ、うん、立った状態で胸突き出してお尻後ろに引いていくとここで止まるんですよね、うん、これ以上下に落ちると後背が抜けるんですよ、うん、ここから、あ、ちょっと気持ち浅めな感じ。そうそうそうです。でも肘も伸び伸びきんないから、そのぐらいがちょうどいいかも。その通りですよ。で、なんか一応とここの最大出力です。こっからここの、なるほど。で、そこを締めてあげるだけなんで意外と腰は安全っていう。もうね、腰はどこ行ってもしょうがない、結果だよ、結果ね。あ、面白い、面白い、それしかない、多分酸欠ですね。完全にいいでしょ。あ、面白い、すごい、いや、ギラついてますね。なんでいいんだろう、もちろん。いや、その通りっすよ。だって、君のパーサー来年まで埋めるやん。全部じいさん、うん、あ、全部俺、全部じいさん、集合俺、集合俺。やばい。で、一回立ち上がってもらって、で、ちょっと後ろに下がります。足腰幅にして、お尻上に突き上げます。仙骨上に突き上げて、胸突き上げて、このままちょっとずつ体を倒してみて、お尻後ろに引きながら、それ以上ここで止まるので、ここから上に引いて体を起こしながら、1、そうそうそう、それで全部いく、2、そう、3、うまいうまいうまい、4、5、6、7、
8、9、あと10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、 OK です。あれだよね、意外にいいんだってことだよね。あ、そうそうです、ワンドローとかと同じで。そうそうです、その通りです。結構みんなこう引かなきゃってなるからね。はい、そう、8方向に引くとそもそも狙いがもう定まなくなっちゃうんですよね。だどこ狙いかでやっぱ分けたい。なるほど。でやっぱりそのドリアンロールのこのリバースグリップのベントバロンいいところは高重量を使えるんですよ。で高重量を使って高負荷を広背筋カバーに乗せられるっていういい種目なんで、しかもお尻のヒップヒンジを使って、うん、なのでこの重さを持ちたいです。もちろん何キロやんないと。僕は180とか200ぐらいやるんですよ。ベントベントやります。すげえなマジで。でももう本当になんか動いてるのかみたいな感じです。あ、でもめちゃくちゃあります。でしかも腰が痛い人に向けて本当にやってほしいですね、これは。あ、逆にね。そう、痛みがなくなるんですよ。腰椎が、じいさんの場合だとちょっと考案してるんですよ、もう。考案してる。で、重いものを持つとこれがカクンって前腕するんですよね、うん、その状態で体を倒すっていう癖をつけるんですよ、うん、そうするとどん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 腰痛とか腰の痛みがだんだん緩和してくるんですよね。重さをつけましょうか。つけましょう。じゃあお、ベントオーバーはちょっともちゃくんと回していきます。はい、もちゃくん。いいんすか、うん、これ僕がスルーで来たらそれめっちゃ恥ずかしいですよ。いや、グリップはいいじゃん。ちなみに僕めっちゃうまいんですよ、これ、うん、1、8、7、5、6、7、柔らか、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9。胸椎柔らか。はい、すごいね。やばいっすね。見ててもわかる。そう、うにゃうにゃうにゃってなって、この状態でしっかりすげえ乗ってるな。そうそうそうです。すごいね。しかも慣れてくると素手でできるんですよ、これ。マジ100までは。その心は、あの、結局指先に引っ掛けられるんですよね。だから後輩カブにテンションが乗っちゃうので指の、うん、腕の力あんま使わないんですよ。100までは。でも握力とか乗ってからね。あ、あの、引っ掛けてくと大丈夫です。そういうもんなんだ。で、お尻を突き上げて胸を突き上げて、そう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 、ここからで、そこから全部、そう、1、2、そう、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、うまいうまい、3、4、5、6、7、8、9、ナイス。後半めっちゃいいっす。俺見してもらった方が分かりやすいわ。一緒にやってもらって。なるほどなるほど。もういつかあれ末期ぐらいに高トレあるんじゃないですか。そうでしょ。マジっすか。高トレやるっしょって。ほんとっすか。うん、ほんとっすか。やんないの。え、いいんすか。やるっしょ。クソ泣くんすけど。そうだろ。高トレやるっしょ。高トレやりながら泣いてますけど大丈夫ですか今日これ、うん、やったね。背中絶対やりたいですね。ね、背中やりたい。よしよしよし。いや、契約ですよこれ。うん、持田君と強盗で絶対やるよって言ってください。でもうやってんじゃん今。いやいや、今強盗じゃないです。全然追い込みと違うんだよ。マジ140ゲロ気持ちいいですよ。マジここら辺から持ってるだけで絶対に負荷が乗るので、うん、ほんのちょっと体倒すだけで数時間かかるんですよね、うん、確かにあそこから下行こうとするからピキッてやっちゃう。そう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 、だから重さがないから逆に怪我しちゃうんですよね、うん、よし、リバース、いってきます。いいっす。よいしょ。行きましょう。めっちゃ簡単にやるやん。めっちゃ簡単。まだ簡単、まだ簡単。気持ちいい、これ。いや、一緒に撮ってる人めっちゃ上がりますよ、これ。持ち上ができたからさ、俺がやんないわけにはいかないんだ。いや、ほんとっすよ、まじフロントプルダウン楽しみですよ、僕が。しょっ胸を突き上げて半、そう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 、1、いいね、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ナイス、オッケーオッケー。強い。あ、オッケー。いいっすね。180。マジ？よっしゃ。
もちろんでもこれは1種目目ぐらい持ってくるやつ。うん、全然全然後半って中間か最後ぐらいですね。これはい、最初にこれやっちゃうと上僧帽筋とかの緊張も強くなっちゃうんですよ。でコントロールができなくなっちゃうんで、後半で効いてきたいぐらいがちょうどいいですね。ダメだ、通じねえ。はぁ、よし、やりました。あ、めっちゃあってきた。この男さ、人に言うあれはさすがだよね。言えるあれだよね。言うんですよ、自分だけじゃ絶対言わないですから。これでもさすがなんだよ。これやな。やらざるを得なくなった。やるしかないなって。やるしかないですよ、もうほんとちょっと傾けたら入っちゃうんで。よいしょ、よいしょ。ありがとうございました。ちょっと肘が痛い。間違いない、筋膜伸びちゃってる。ちょっと待ってね。おこれさすがに肘引っ張られる。いや、間違いない。ちょっと痛いかも。よしよし、ちょっと痛いな。よし、そこの筋膜が伸びてきたら、やっぱこういう種目もできてくるんで、より良くなりますからね。そうだね。ちょ、160ぐらいのところなんだ。あ、OK です。イエス。これだときる。そしてポンと1、そう、2、3、うまいうまい、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、握力。これよく数持つね。いや、なんか慣れてきましたね。すげえな。あざっす。あざっす。なあ、すいません、持てるようになります。それ久々に持つ重りってめっちゃ手汗がきますよね。滑っちゃいますよね。なんだこれ。だからデッドとかやるときも新しい重さだと全然できないですよ。なんだろうね、慣れがやっぱいるのか。あ、そう、でも持っちゃえば普通に持ってたんでできちゃうんですけど、手汗はかく。はい、いいか。アイスクナットブルやるよって言わなくていいですか。最初、お手本。あ、お手本。ラットブルやります。で、前はリバースで下狙ったんですけど、ちょうどタイミング的にいいので、さっきまで広背筋下部狙ったんで、これは広背筋下部から大円筋上部、あ、大円筋広背筋上部までいきます。なのでちょっとグリップ幅広め。よいしょ。座る位置自体は結構奥の方まで座ってもらって、で、これ一回胸突き上げて上腕骨を開外します。で、ここで位置がはまったら一回体前に戻してから引いて、体の角度が大事で、この角度のまま動かしていきます。これを前にちょっと大円状態。はいはい、これは V グリップと同じ感じだね。あ、そうそうです。プル系は結構なんか分かってきたね。お、動画素晴らしいです。家に基本同じな感じだね。そう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 。なんで半血でグッと踏ん張って、踏ん張って肘を上げて、ちょっと上して、そう、このまま1、2、3、4、もっとチーティング使っちゃって、5、そう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 、そこまで7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、ナイス動画。めっちゃ速いです。で、動き超良くなってますよね。動き良くなってから多分どのグリップでも入っちゃいますよ、ね、もう何も関係ない、これは。やっぱ意識しないと肘が伸ば引っ張られちゃうね、伸ばされて。そうそうそうです。なんか戻す時にもっと体の傾斜を後ろの状態で保っちゃうといいです、はあ、
今結構前まで戻っちゃってるんですよ、うん、あ動きをこれ以上伸ばさないって決めて、よいしょ、そうキープして、ね、そうで意識を肘に持っていっちゃうと伸ばされちゃうんですよ、うん、大円に持っていってあげると絶対に肘も上がるので、うん、大円に引っ掛けてる状態からずっと動かし続ける、うん、暑い夏だ。腰も戻んねえ。呼吸一生戻んないですよ。やっぱ背中から絶対戻んないですよ。デブだ。100キロの普通に見たらデブなんですけど。よっしょ。チェストアップして肘曲げて大円ここからスルーで戻さない。そう。ここ。さあ、そう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 。四、うい、五、六、七、八、九、十、一、二、そうそうそう。三、四、五、六、七、八、九、もうちょ、ナイス。ピエンピエン戦闘があってきた。もちろんがプレスダウンになって、プレスダウン最高。いやなかなか81キロのプレスダウン見たことないんで、しかも重り変動型なんですよ。人生時々強くて時々異常に弱くなる。急に負荷乗る。あの服がめっちゃかかってる時はちゃんとあのハムで引っ張ってますね。確かにハムが一瞬抜けた瞬間に異常に上に引っ張られるっていう。ハムだな。ハムっすね。あのワンハンドでハム使いすぎてさ、踏ん張りだけ。やばい。あれマジハム使うね。いやめっちゃ使いますよ。だからみんな気持ち悪くなるんですよね。ふざけんし。アップ。重量アップ。自分が辛くなるだけだからね。あそうだ。間違いない間違いない。なんてこと言うんですか先に。一番聞きたくない言葉でしたよ。よし。うん、おい。思いっきり後ろに1、2、おい、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、OK。自分までラットプレッシャー。いやなかなか補助メインじゃないですけど、こうなりましたからね一緒に。はあ、つれマジでバカ野郎。いやー終わり。いやあと1セットやりましょう。最後早めに下に、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、めちゃナイス。よし、オッケー。やったぜ。待ってろオリンピア。オリンピア待ってろ。待ってろ。こんなに汗かくパーソナルないぞ。やば。さっきくつささみチャーハン吐きそう。いや、ささみチャーハン食いて。ということで、減量5週目で。ちょっとずつ質感も上がってきてるんで。かなりいいですね。サイズが重くなってるし、こっから、まあ、1ヶ月ぐらいでね、もうジンやってくれんじゃないっていうような、間違いない、徐々に徐々に多分入り始めるんで、はい、で、俺の筋トレモードはまあ、ゲラつきゾーンにもうほぼ入りつつあるんで、いや
みんな期待してください。はい。ということで、皆さん、ここからの、ロートオリンピア、ここからさらにまたまたね、いろいろ上がっていくと思うんで、はい、楽しみにしてください。はい。じゃあ、今日もありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。